はい、こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、フランスはパリのレンズメーカーアンジェニューの製作したライカ一眼レフマウントの R マウントですね、のズームレンズになっております。アンジェニューはもともと映画用のレンズを製作していた会社だったんですけれども、一部でこのように一眼レフ用のスチールカメラですね、スチールカメラ用のレンズも製作していたんですね。こちらはライカ R マウント、カムが1本2本ついております、2カムタイプと言われるですね、ライカ一眼レフ用のレンズになっております。はい、いつもですね、入荷しても結構すぐに売却してしまうことが多い、希少価値も高いレンズですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。描写はというとですね、まあその名の通りというか、フランス映画みたいな気だるいですね、ちょっと難聴なポワンとした雰囲気の描写をしてくれるレンズですね。まあイメージ通りの描写と言っていいんですけれども、ぜひ一度お試しいただきたいレンズの一本になっております。はい、今回は外装、レンズの内部ともに非常に綺麗な個体が入荷しておりますので、ぜひお早めにチェックをお願いいたします。では外観から見ていきますね。ご覧いただいてます通り、フロントから見ても目立つようなすれ当たり、へこみとかですね、こういうローレットの摩耗とか文字消え、塗装の劣化などは見えない非常に綺麗な状態となっております。先ほども申し上げましたけれども、R レンズですね、ライカの一眼レフカメラ用のレンズなんですけれども、カムタイプがですね、こちらカムが1本2本ついている2カムタイプですね。はい、まあ、ほとんどの方はですね、変換アダプター経由で、ミラーレス一眼とかでご使用いただくことが多いと思うんですけれども、その場合はですね、カムタイプは気にしなくても大丈夫ですので、変換アダプター経由でぜひぜひですね、デジタルカメラでミラーレス一眼ですね、でご使用いただければと思います。ソニーの α7 シリーズとかですね、ニコンの、Z シリーズにご使用いただけるマウントとなっております。マウントアダプターはですね、 Amazon とかで簡単に手に入りますので、ぜひご自身で探してみてください。はい、ご覧いただいてますより非常に綺麗な状態で、レンズもですね、この前玉後玉ともに擦り傷引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗とか全く見えないですね。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れとか、ちりほこりの混入も見えないですね。よっと、はい、ご覧の通り、ビデオでもご覧いただけると思いますが、大変綺麗な状態となっております。いいですね、綺麗ですね。はい、絞りの動きも軽快で滑らかですね。油のノリとかサビ汚れなんかもありませんね。ただですね、まあ、整備していただいてるんですけども、ちょっとで経年の劣化によってですね、綺麗な八角形にちょっとならないみたいですけれども、もちろん撮影には支障がありませんけれども、一応ご留意ください。はい。見えるかな？こんな感じですね。はい。ズームとピントヘリコイドもスムーズに滑らかにいっぱいまで動作しております。はい、引っかかりとかですね、グリスの劣化などは感じません。はい、まあ、多少感じたとしてもですね、撮影には全く支障ありませんので、はい、ご心配なく撮影にご使用くださいませ。はい、付属品がリアキャップですね、こちらなんと純正ですねのリアキャップが付属してます。はい、それと、こちらはもうおまけになっちゃいますけども、スカイライトのフィルターですね、レンズ保護フィルターとしてご使用いただけます。若
干マゼンタが入ってますけれども、普通にご使用いただいて全然全く問題ないですね。普通のプロテクトフィルターとしてご使用いただいて問題ありません。それとフードもついてますね。このフードもなかなか希少で手に入らないものなんですけれども、フィルターの上から、つけていただくことができます。このようにねじ込み式で装着していただけます。まあ、こんな感じですね。はい、こんな感じになっております。でもって、今回、はい、名古屋の松屋カメラさんですね、で、整備清掃をしていただいている個体となっております。2022年6月ですねの日付がついておりますので、かなり最近ですね。もちろん綺麗な状態ですね。はい、こちらコピーですけれども、こちらの整備表もお付けいたします。今回はこちらのセットでお届けいたします。はい、大変人気の高いレンズとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。